今日、すすきのにオープンした札幌ストリームホテル。開かれたセレモニーではタレントの鈴井孝之さんのトークセッションやファイターズガールのパフォーマンスも行われました。去年11月に開業したココのすすきの。札幌ストリームホテルはこのビルの7階から18階部分に入っています。地域とつながるということをテーマにですね、北海道の魅力だったり情報発信の場としてふさわしいようなホテルのコンセプトになっております。すすきのの街を一望できる大きな窓がついた客室。ホテルの客室はスーペリアからプレミアムまで3つのカテゴリーに分かれていて、合わせて436部屋あります。こちらはプレミアムタイプの宿泊者だけが入れる18階の大浴場。ヒノキの香りが広がる本格的なフィンランド式のサウナも併設されていて、セルフロウリュも楽しむことができます。18階には景色を一望できるこんな場所も。18階のルーフトップテラスに関してはご宿泊いただければ全てのお客様にご利用いただけますので、ここでしか見られないような景色をぜひお楽しみいただければというふうに思います。こちらもプレミアムタイプの宿泊者限定のラウンジ。道産のお酒やコーヒーを飲みながらゆったりとした特別な時間を過ごすことができます。ホテルの7階には宿泊者以外も利用できるレストランがあり、道産の食材をふんだんに使ったランチビュッフェなどを楽しむことができます。閉店して閑散とした感じになったけど、バスの待合室みたいのも作ってくれてるので結構人は多くなったなっていう気はします。結構外国人の人とかも多くて結構にぎわってる感じがあります。もっと北海道好きになってくれる人が増えたらいいなと思います。ホテルは早くも人気を集めていて、2月の雪まつり期間はすでに予約の9割が埋まっているということです。